はい、こんにちは。自営業専門税理士、川南です。今年もいよいよ確定申告シーズンがですね、近くなってきております。皆様の頭の隅にもですね、そろそろ確定申告という4文字が頭の隅にある方多いのではないでしょうか。本日は確定申告にお悩みのフリーランスの方に朗報です。私、少し面白いサービスを見つけましたので、本日スワイプして確定申告をするという画期的なサービスを動画の方で紹介したいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をしております。またビジネス書2冊出版しております。どれもすべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。それでは今年の確定申告、なんとかうまく効率的にやりたい、会計ソフト導入して使ってみようと思って頑張ったんだけど挫折した人、そんな方に必要な情報になっておりますので、ぜひ動画最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速ですね、こちらどんなサービスなのか一緒に勉強して見ていきましょう。はい、それでは簡単会計知識不要、スワイプで確定申告について解説をしていきます。本日紹介するサービス、新しいサービスになります。なんと2023年7月にスタートしたばかりの新サービスになります。どういった方におすすめかと言いますと、起業したばかりの個人事業主や副業をしている方に向けて非常におすすめのサービスになっております。個人事業主として独立起業しますと、経理と確定申告は経営者の義務となり、逃れることはできません。以前私動画でも解説したんですけど、今後税務調査が入った時に帳簿の提示がないとペナルティを課されるというような法改正が入っております。詳しくはですね、こちら過去の動画ありますので、ぜひこちらの動画を見てください。こういったね、動きがあるように、やはり帳簿というのは普段から経理というのはしておかないと自分が痛い目に遭うことがあるということです。そしてこういった方も中にはいるのではないでしょうか。確定申告のためにですね、会計ソフトを導入したんだけども、自分には難しすぎて挫折をしてしまった、心くじけてしまったと、やる気はあったんだけど、そんな方もですね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。そしてまたパソコンよりスマホ派の人、パソコンを持っていないとか、またパソコンを普段開ける習慣がないって人、スマホで確定申告まで完了したら便利なのになという方にもおすすめのサービスとなっております。こちら現代の生活スタイルに合ったサービスとも言えるのではないでしょうか。そして隙間時間に終わらせたいあなたにもぴったりなサービスになっております。スマホのアプリを開ければですね、すぐに記帳帳簿ができる仕組みになっておりますので、電車に乗りながら、タクシーに乗りながら、皆さんの隙間時間を使って経理帳簿をすることができるということも最大の特徴ではないでしょうか。そしてこちらが私非常にいいなと思ったんですけど、スワイプするだけなんです。結構斬新な、非常に分かりやすいサービスだなというふうに感じましたので、皆さんに紹介したいと思います。ここまで聞いて、一体どんなサービス、どこのサービスなんだと気になっている方も多いかと思います。はい、というわけで期待の新サービスがこちらになります。タックスナップというふうに読みます。会計知識不要、隙間時間にスワイプするだけで確定申告がスマホで完了するというサービス内容になっております。こちら新しい新サービスで、2023年の7月からスタートした新しいサービスとなっております。皆さんもですね、今クラウド会計というふうなものをね、聞いたことあると思うんですけど、このクラウド会計も当初は新しいサービスとしてですね、もうこのサービス世の中に出て約10年程度経ち浸透してきました。さらにですね、こういったスワイプでアプリで確定申告まで完了できるという新しいもの出てきてますので、本日はこちらどんなものなのか実際の画面を見ながら紹介しますので、引き続きご覧になってください。はい、というわけでタックスナップの実際の画面操作に行きたいと思いますので、こっから画面を切り替えたいと思います。はい、というわけで最初の画面がこのようになります。皆さんスマホでですね、タックスナップと検索をしてですね、ダウンロードしてこの画面が出るまで持ってきてください。そして新規登録が必要となりますので、皆様アドレスとパスワード設定して新規登録の方よろしくお願いします。はい、というわけで皆さんログインしていただくと、最初の画面がこちら、表示見えているでしょうか。こちらの表示になります。これを
ですね、スワイプして確定申告をするということになるんですけど、このスワイプがどれくらい便利なのか実際の画面を見ながら説明していきたいと思います。その前に1点注意点があります。まず皆さんがお使いの金融機関やカード情報ですね、連携をしないとこのスワイプするという画面になりませんので、こちらご注意ください。順番に見ていってスワイプして仕分けをしていってみましょう。まず楽天カード Google プレイを使った場合、こちら仕事に関係する経費と仮定します。経費の場合はスワイプを右上、経費じゃないものは左上スワイプ、これだけです。実際にやってみます。今は仕事に関する経費なので右にスワイプをしました。次行きましょう。 apple.com、 こちらウェブサービスなんですけど、この方はですね、経費というふうに仮定をしてですね、右上スワイプします。はい、次スイカが来ました。こちらスイカはですね、プライベートのチャージだったかな、確かそうだよなということで、仕事ではないというふうに判断をしたので左上スワイプします。仕事以外のものは左上スワイプをします。はい、こういったように順番に仕事のものは右上、仕事以外のものは左上スワイプすることで簡単操作で帳簿をつけることができるというツールになっております。この画面まで見たところでですね、皆さんちょっと会計ソフトは心がくじけたけども、これなら私もできそうというふうに思った方多いのではないでしょうか。先ほど金融機関を連携しましょうと言いましたけど、最初の初期設定の画面もありますので、簡単にこちら紹介したいと思います。マイページを開けます。こちら上から2つ目に基本情報管理というものがあります。こちらをクリックします。このようにこちらをクリックすると1から6番の基本項目の設定ができるようになっています。もう見た目もシンプルですごくねやりやすそうな画面になっています。確定申告は何色で提出予定ですか、この方は青の予定と仮定して青色を選んで次を押します。次に最も収入が多い仕事は何ですか、要はあなたがしている業種について聞いてきます。今回この方、例えばですけどイラストレーターのお仕事をしているっていう前提で進んでいきたいと思います。こちらイラストレーターを選んで次上をクリックします。そうすると次にですね、基本情報入力の3ということで、家事案分、要は自宅兼事務所のような使い方をしていて家賃を支払っている場合、一部経費にできますよということで、プライベートと仕事の、これ専門用語で家事案分って言うんですけど、割合を決めなきゃいけないんですけど、この画面になります。こちら例えばですけど何時間でもいいんですけども、まあ今回はですね、じゃあ50時間と設定しましょうか。50時間週に働けますとなると、経費の割合が29% という風に自動的に計算をしてくれます。次行きます。これも皆さん非常に多いと思います。携帯や Wi-Fi を仕事で使う割合は、自営業フリーランスの場合 100% 仕事という風にすることはね、なかなかできません。どうしてもプライベートで使うことが多いですので、これの割合をここで決めます。このように30というようにこうスライドして、指でスライドして自分でですね割合を決めたところで止めて登録をすれば OK ということになります。今回はですねイラストレーターさんという前提ですので、大体なんですけど、まあ半分という風にしましょうか。 50% という風に設定したとします。で 50% をこう選んでいただいて次へ。そして車を仕事で使う場合、一部経費に計上することができます。この場合もですね、自分で割合を決めて設定していただければと思います。 20% ぐらいというふうに設定して登録したと仮定します。次へを押します。そうするとですね、基本情報の入力の最後にあなたの想定収入はと聞いてきます。こちらはですね、ご自分の今年の想定、まあ大体の目安でいいので年収を入れてみてもいいですし、また去年の確定申告書の方を見ていただいてですね、こちらの方の数字を入れて目安として使うのもありです。ここの数字がどのように影響されてくるのか次ね説明しますので、一旦とりあえずここは自分の予想収入額を入力するというふうに覚えておいてください。では実際今回は400にしましょうかね。400と入れます。で完了です。これで初期設定終わりです。本当にシンプルでね、あと見た目がですね分かりやすいと思いませんでしたか。こうイラストがあったり、またこのバーで自分でスライドして割合を選ぶので、 50% って確か入力したなっていうようなイメージ、また記憶も残りやすいなというふうに私は感じました。では次、先ほど入力した収入の目安がどのように影響されてきて、どこで使われているのかを見てみます。一番上にですね、皆さんちょっと先ほどから気になる表記ないでしょうか。今まで節税した額、これって何のことだろう。これが先ほど皆さんが予測でした収入400万円に対して、この経費で右にスワイプすることによってですね、節税できた金額を目安
スなんですけども表示してくれることができるんですね。この表示あると皆さん経理ちょっと頑張ってみようかなとかちょっとやる気が出ると思いませんか？ダイエットも同じなんですけど1キロ減ったっていう具体的な数字が見えるとですねやる気が出るというのが人間です。では次スワイプするときにですねこちらの上の数字がどのように変化するのか皆さんちょっと注目しながら見てください。次セブンイレブンの仕分けが来ました。こちらセブンイレブンもですね普通にプライベートの飲み物を買ったら左上スワイプするんですけど今回はイベントなどがありまして手伝いに来てくれた子皆さんに飲み物を買ったと仮定します。そうすると経費になりますので右上スワイプすることになります。上の表示と一緒に合わせてちょっと注目して見ておいてください。数字が1021円に変わりましたよね。今セブンイレブンのものをですね入力してスワイプしたことによって節税額が増えましたよっていうことになります。これ目安になるんですけどなかなか面白い仕組みだなっていうふうに私は感じました。皆さんどうでしょうか？さてではどんどん行きましょう。次アマゾン9800円が出てきました。皆さんアマゾンって忘れがちじゃないですか？何を買ったんだっけっていうふうにね忘れがちなアマゾンなんですけど後で思い出してから入力したい場合にはですねこちらにあるスキップっていうのを押すと一旦保留っていうふうになって後で思い出した時また後ほど調べ直した時に入力することができるんです。スキップを押してみます。今ね上に飛んでいきましたね。では次飛行機に乗って出張に行った時これは経費になるので右にスワイプになります。はい、そして次福岡この時ね仕事の出張に行った時に、まあ、スタッフへお土産等々買ったというふうにします。2170円。こういったように仕分けが経費なのかプライベートなのかちょっと皆さん迷う時ありますよね。そういった時にこれね新しく出たサービスならではだなと思う機能がありますので紹介します。こちら AI 判定というものです。この AI 判定を押してみましょう。このように AI の判定結果が出て経費になる可能性が高いのか低いのか目安としてなんですけども AI がですね判断してくれて評価をしてくれるんです。こちら注意点なんですけど AI による自動判定ですので内容は保証できません。ここで高評価が出たから確実に経費にできるっていうわけではないのでそこだけはご注意いただければと思います。こういった面白い機能がたくさんあるのとシンプルな画面で右と左にスワイプして確定申告ができるっていうのが最大のメリットではないでしょうか。はい、では次行きましょう。ちょっとね仕分けをねいくつかした後なんですけどまた再度ねセブンイレブンが出てきました。先ほどはですね飲み物をねイベントのスタッフに買ったということで右に仕事用にスワイプをしました。そうすると2度目に同じ取引が来ると設定をすることができます。これどういったことかと言いますともう必ずセブンイレブンで買うものはですね経費としてなる場合にはですねこちらもう設定をしてしまうと同じ取引の場合にはスワイプすらしなくていいという仕組みになってるんですね。これも非常に経理の効率化が図れて面白い機能だなというふうに思いました。皆さんここまでね簡単そうだなと思って疑問点が2点出てくるかと思います。現金のレシート領収書は一体どこで入力すればいいのかっていう点ともう一点、もし右にスワイプしたつもりが間違えてちょっとね指の誤差人で左に行っちゃったとか左にスワイプしたと思った瞬間違うこれ右だった経費だったっていう風な時にどういった修正方法ができるのかこちらも簡単に修正できるので解説します。まず現金の入力方法から解説します。こちらの画面のですね取引一覧というのを選んでください。そうしますとこちらにプラスというマークがあります。このプラスを押しますとこのプラスの画面から実際現金のレシート領収書を見ながら入力をして決定を押せば登録が完了という風になります。では先ほど言ったように右にスワイプするのと左にスワイプのミスった場合ですね修正をどうすればいいのかを画面を見てやり方をね説明します。こちら例えばスイカの先ほど最初の方に出てきたスイカ1万円のチャージなんですけどこちらをですねプライベートだと思って左にスワイプしたけども実際よくよく思い返してみたらこれは経費のものだったっていう場合にはですねこちらの該当する仕分けをクリックしていただいてこのように表示がされます。今ステータスがその他になっていると思います。これが左に分けたものになります。右で分けたものはワークという表示になっています。ですので今回は左ではなく経費だったということでワークに直したいその場合にはこちらのワークを押してください。そうしますと簡単に左から右へスワイプしたことになります。そしてもしこの勘定科目が旅費交通費じゃなくて消耗品だったまたその他科目に変えたい場合はですねこちらを押していただければ再度選んでですねワークで仕分けを
をするっていうのを押してもらうと勘定科目を変えることができるというわけです。はい、というわけで非常にね使いやすい、そして一つの画面で全てのことができるということが分かったと思います。では次にいよいよ確定申告の画面がどのような表示になるのかをお見せしたいと思います。はい、このように確定申告書を確認する画面に切り替わります。こちらの虫眼鏡検索のマークを押すと第一票の中身が見えます。今まで入力した基本情報や入力した数字、スワイプした数字がすべて反映されてこちらの方に表示がされます。次第二票を見ましょう。同じくね虫眼鏡をクリックするとこちらの画面に表示されます。こちらも基本項目などなど反映された数字が入力されているのが確認できると思います。次に青色申告決算書はどのように表示されるか見てみましょう。こちらも同じくこの検索虫眼鏡のマークを押します。そうしますと青色申告決算書というに1ページ目から4ページまでが綺麗にね入力されているのか確認できると思います。こちら1枚目、2枚目、3枚目、4枚目というふうにこのように青色申告の決算書もできますし、ここから最終確認をして申告前に再度見直すこともできます。はい、以上ですねタックスマップの実際の画面を見ながらどういった作業をしてスワイプして確定申告できるのかについて一緒に見ていきました。この後スライドの方に戻りましてタックスマップさんの特徴を再度まとめて、そして次にデメリットもやはりありますのでデメリットの方もきちんと紹介しますので、この後もね動画最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、タックスマップの特徴になります。まず皆さん今ね実感してもらったように操作がシンプルです。そしてスマホで確定申告まで完結できるということがですね非常にスマホ世代、まあ現代の生活に合っているのではないでしょうか。記帳から確定申告まで完了するというメリット。はい、そして先ほどアプリ内でもお知らせしたように AI 判定というものがありました。こちらですね勘定科目を自動判定してくれますので、その精度がなんと9割までいっているということですのでかなり精度が高いと言えます。またスマホのね画面上でお知らせしたように経費の可能性になりそうかなっていう判断もしてくれますので、こういったこともですねやはり AI 判定が入っているっていう点が最近の新しく出たアプリらしい点だなっていうふうに私は個人的に思いました。そしてこちらのアプリなんですけど個人事業主の方に向けたアプリ内容となっております。法人の方は使えません。その代わりですね特化することでシンプルに使いやすくすることができたという内容になっております。先ほどから見ているように隙間時間に右左にスワイプするだけという非常にシンプルな操作方法、そしてスマホのね1画面に全ての画面が来ますので、そんなにね機能もねややこしくなくてかなり使いやすいのではないでしょうか。では次のスライドでタックスマップのデメリットについてしっかり解説します。デメリットの紹介になります。まず1つ目、ビジネスの規模が大きく取引が複雑になってきた場合にはですねちょっとこのアプリだと対応できない面が出てきたりとかですね、ちょっと規模感サイズ感が合わないかなと思います。例えば LINE 法人化しようって考えている時にですねちょっとあまりおすすめしないかなというふうに思います。2つ目、先ほど言ったようにですね個人事業主に特化したサービスアプリになっております。ですので法人の方は対応しておりません。そのあたりご了承いただければと思います。それでもう一つ大きなデメリット点があります。インボイス制度の対応が今年からすぐ必要な方です。もうすでに登録して今年から消費税の申告が必要な方っていう方もいらっしゃると思います。その場合はですねまだ未対応の機能となっておりますので、ここがデメリットになるかなというふうに思ってください。ただしまだ免税事業所のまま行くインボイス制度をね登録見合わせてるって方はですね今後インボイス制度リリース予定ですので、そちらが待てる方は待っていただいてアプリの方を使っていただければと思います。デメリットをもう一回まとめます。ビジネスの規模が大きくなってきて取引が複雑な方、また法人への対応はできません。そしてインボイス制度の対応が今年からすぐ必要な方はこちらのアプリ使えないというふうになっております。こういった方はですね既存の会計ソフトありますので既存の会計ソフトを使う方がいいんじゃないかなというふうに個人的に思っております。ではどういった方に向いているのかと言いますと、やはり企業初年度初めて経理をする、初めて確定申告をするっていう方にはですね非常に操作がシンプルなので分かりやすいサービスではないでしょうか。また小さいビジネスや副業をされているっていうようなちょっと規模が小さいビジネスをしている方、個人事業主向けにはですね非常にぴったりなツールだと思います。さてここまで紹介してですね皆さんが次に気になること、料金についてね次のスライドから紹介したいと思います。この
サービスがいくらで使えるのか、またですね、今お得なキャンペーンをやっておりますので、このキャンペーンについて次のスライドから紹介をしていきます。まず料金について解説します。料金についてです。年内はお得です。12月末まで年内無料キャンペーンをしております。こちら無料トライアルキャンペーン開催中ということで、2023年の12月末まではですね、無料で使えますので、ぜひ皆様無料のうちに一度ダウンロードしてですね、いよいよどんなもんだろうということで、ぜひ使ってみていただければと思います。その後の料金についてお知らせしておきます。年払いの場合はですね、月980円で使えます。月払いの場合1280円で使用することが可能です。では次、さらにお得、もう2つお得なキャンペーン用意してくれてますので、次のスライドで解説をします。はい、料金について2つのさらにキャンペーンがあります。まず1つ目のキャンペーン、2024年以降も登録1ヶ月は無料で使えます。こちら注意事項がありまして、確定申告の提出、エクスポートはできないなどなど制限がありますので、ご了承ください。では次に2つ目のキャンペーン、確定申告実質無料キャンペーン。12月の1日から3月15日までに年間プランを契約の方にはですね、3月15日まで利用無料ということで、実質確定申告が無料キャンペーン、今紹介した2つのキャンペーンをやっております。こちら2つ目のキャンペーンは、例えばなんですけど、12月の1日に契約をすれば最大 3.5 ヶ月無料で使えるというものになります。お得なキャンペーン、ぜひ皆さんご検討ください。はい、本日の動画のまとめになります。簡単スワイプということで、右と左っていう風にね、スワイプすれば自動的に帳簿ができていくというね、便利なツール、新しい新サービスとなっております。そしてスマホで確定申告まで完結するという点も大きなメリットではないでしょうか。そして先ほどね、料金の案内のところにキャンペーンしてるよっていうね、案内したんですけど、無料トライアルもあります。12月末までにダウンロードしてちょっと覗いてみる場合にはですね、無料で使えますので、ぜひ皆さんご検討ください。そして今回このタックスナップのアプリ、個人事業主に特化したサービスとなっております。私の YouTube チャンネルもですね、同じく自営業フリーランス向けに役に立つ内容というのを動画の投稿していってます。こういった点も共通点と共感があったので、今回ねこのサービスを紹介するというね経緯に至りました。社長さんにねお話を伺ったんですけど、社長さんご本人も個人事業主として企業独立した時にですね、この経理や確定申告のハードルが高かったと、非常に大変な思いをして、やはり周りにもそういった方の声が大きいということで、このサービスを開発したという経緯があります。その話を聞いた時にですね、私も同じくですね、個人事業主フリーランスの方がこういった動画で無料で学べて損がないように、情報を知らなかったということね、損しないようにっていう思いで YouTube 動画投稿していってますので、このあたり非常に共感できるなっていう思いで、今回のこのツール紹介させていただいております。そしてもう一つ、他社ソフトからデータ移行も可能です。他社の会計ソフトからエクスポートすることもちろん可能ですので、このあたりもですね、後押しになったらいいなというふうに思います。そして次にですね、 LINE で質問することが可能なそうです。よくある質問っていうのはもちろんまとめてあるんですけど、それ以外にですね、質問したい場合には LINE で質問することができるっていうのもですね、やはりね、ちょっと新しいサービスならではだなというふうに個人的に感じました。また新機能がこれから続々と予定しております。リリースマナーのものもですね、徐々に使えるようになる予定ですので、今後の新機能についてもぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい、というわけで本日の動画は、簡単に確定申告、右上左上スワイプすることでスマホで確定申告が完了しますよっていう新しいサービスについて紹介させていただきました。詳しい詳細はですね、概要欄にリンク貼っておりますので、そちらの方からぜひご確認ください。またダウンロード画面に飛ぶリンクも貼っておきますので、そちらの方概要欄からチェックしてみてください。はい、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。オンライン上で税理士を味方につける、24時間好きな時に質問や相談をすることができます。いただいた質問相談に私が直接文章で答えるというようなチャット形式というようなものをイメージしていただければ分かりやすいんじゃないかと思います。 Facebook の非公開グループで運営をしております。興味ある方はですね、詳細概要欄のリンクから飛べるようにしてありますので、ぜひ加入の方ご検討ください。参加お待ちしております。はい、そして私の YouTube チャンネル18万人を超えております。いいね、コメント、感想、いつもいただいている方、励みになっております。ありがとうございます。またその他 SNS もしておりますし、ビジネス書2冊出版しておりますので、こちらも合わせてぜひぜひチェックの方お願いします。 SNS のフォローもお待ちしております。
というわけで動画最後まで見ていただいてありがとうございます。本日の動画はですね、確定申告にお悩みの自営業フリーランスの方に朗報ということで、スワイプして確定申告を、しかもスマホで完結するという新しいサービスを紹介させていただきました。何かお役に立てれば幸いです。また私の YouTube 動画ではですね、こういった自営業フリーランスに役立つ情報、またインボイス制度に関する情報、新しい税金や税務情報出ましたら YouTube の方動画上げておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。自営業専門税理士川南でした。またの YouTube 動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださりありがとうございます。それではまた。